設営が完了しました。冬仕様の寝袋購入しました。初アルパカストーブ今日デビューです。キャンプデビューちゃんと温めてください。三段ラックも、はい、手を凝った、一酸化炭素チェッカーも持ってきました。電源サイトなんでこれ電源ホットカーペット今つけてます。ファンを回して暖かい空気は上から下に下ろすように。今日は過保護張りでウトガルドの上に、フィールドドアの大型タープを重ねて出ます。リースこれはここのキャンプ場の管理の方にご厚意でいただきました。もう葉っぱがちょっともろもろなんでね、なんかもう、新しいのを用意していただけるということで、帰りには新しいのを購入して帰ります。で、古くなったリースはいただきました。今日は風もなくていい感じです。本当か嘘か知らんけど言うて言うて、そんなでかく切るちょっとあれじゃない、うまい。これ、クワゴ覚えてる。大丈夫？いや、燃えるわ、この木。木っていうか、ハイランダーの三段ボックスのぶっ壊したやつ。あれ？なんで？来た。早っ。もう早い。何が？臭い。臭い？あ、でももう暖かくなってきた。今と 9.9 度。そんなめっちゃ高かったね。うん、そうだね。で、こうやって、あれやつね。立ったらむちゃくちゃ暑い。やっぱ風は上から落とさなかも。それ何、だしの、だしとも。今のうどんだしを入れたわけ。濃い方がいいよな、野菜いっぱい入れる。しめがいいだし、パパは。いや、てかうどん好きって言ったら大体きしめんじゃない。そんなことない。揚げ焼きうどんやろ。はい、じゃあ蓋しください。で、これでしばします。南山城村で買った抹茶ビールらしい。抹茶ビール、抹茶の匂いがする。どうぞ。あ、ほんまや、抹茶の匂いする。飲んでみて。色みたい。え、抹茶の色。ああ、そっか。じゃあなんかに入れるなら。あ、いやー、緑。え？緑のビール。抹茶のビールやから。マジで？どれだ？まさしく緑。はい、実食。どう？うん。ビールはビール。抹茶とビールがそれぞれ。うん、あ、そう。なんか混じってるとかじゃない。京都ビールなんやと思うねんけど、ああ抹茶味。じゃあ京都ビールの抹茶味いただきます。ああ。抹茶とビールの味。そうやな、抹茶とビールです。以上。いただきます。今日はうどん好き。あ、まだうどんで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 、汁やもうかすない。これで。なんかカルピスソーダ。そう。うめえ。うまい。天ぷらうめえ。ブースター。誰ブースター？こいつや。今ブースターだね。全世界に放送されるけどいいかな。知らんわな。いや、音消ししたり。そこをちょっとだけ。
お兄ちゃんも半熟がいい。半熟がいい。マジでそんなに超。俺別に気につぶれてもあんま気にする。いや、パパも、パパも気にする。え、でもあれやん、カレーは潰すけど。潰れた、ママの。でもあれやん、カレーは潰すけど、大体の卵をさ、あのあれ、ラーメンに入れて卵潰さへん。あれはね、あのね、潰す用のやつと潰さない用のやつは。チキンラーメンにはさ、ポケットで、はい、うまい。届かなくない俺の。乾杯。乾杯。たこ焼きしたかったん、私。そこやな、でもね。すぐだよ。今日はもう寒いもん。こんな感じで、テント内で過ごしてます。何食べるの？え、これ。え？え、これ。あ、食べて。ご飯の時と違う勢いを感じるわ。おいしい。今朝の朝ごはんを耳干しと昨日のうどんのうどん式のカタキタマのこと。面白いことにならんようにしてな。面白いことにならんようにしてな。怖すぎる。怖。そのままウィンに行く。あるやん。あるやん。なんで？何今日ロケたい。まだあるやん。まだった。なんか絶対許さないな。いやいや。俺は塩で食いたい。塩で、あ、もうこれ混ざった、これもほら。もう。覚えたらいいのか。もういいかな。来て。おう。これ停戦、停戦ない。絶対間違われたくない。おのおのおの、だっぽくせ。もう味噌汁飲んでくれ。おお、いい感じや。ほら、今日も美味しく食べました。タレが壊れたので、もう今日マッキーに使います。どこ壊れるの？これか。じゃあもうすべては破壊してきたやつだ。破壊できなかったんだ、だけど。